節は、うん、季節はね、うん、季節はね、いや寒いのも暑いのも苦手なんですけど、うん、冬が好きですね。あ、圧倒的に冬生まれ。冬生まれ。あ、そうなんですね、うん、そっか。なんか自分が生まれた季節って好きになりやすいですね、うん、寒いとなんかこういろいろなものが際立つ気がしていて、うん、それが好き、うん、確かに感覚が凛とする感じがします、うん、しますね、うん、あと寒いと呼吸も見えるようになるじゃないですか、うんうん、白い息が、うんうん、だからなんかこうおそらくまあ暑すぎてもそうだけど寒すぎても、うん、あの生きるのがギリギリになっていくっていうか生命維持がすごく大変になっていくと、うん、そういう呼吸することとか、うん、歩くことですら際立ってくるような気がしていて、うん、とても好きですね、うん、すごいちょっと長岡さんが分かってきた気がします。